コルビニーは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ニエーブル圏のコミューン。コミューンは、モルバン地方及び、ニベルネートモルバン地方の境界線上にある、モルバン地域圏自然公園の入り口に位置する。ヨンヌ川の支流アンギゾン川が流れる。コミューンは、丸みを帯びた丘陵に富んだ地方に位置している。コルビニーはかつて、ベズレーから、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路へ向かう。 巡礼者たちの最初の宿場であった。巡礼者たちは町にある地元の聖人、レオナールの聖遺物を推計していた。1790年から1795年までコルビニーは地区の中心地だった。今日のコルビニーはゆっくりと人口減少が進み、農村環境での魅力ある町となっている。町にはフランス国鉄のコルビニー駅があり、オセール経由で、 パリベルシー駅からの初の電車が1日2本停車する。コルビニー駅は、クラムシー、ジリーシュルロアール路線のターミナル駅である。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、 2006年以降 i NSEE ありがとうございます。